こんにちは、久直です。今回はパワハラ、セクハラとどう戦えばいいかという質問を受けました。多分私のキャラ的にですね、戦い方を教えてもらえると思ったのかなと感じるんですけど、まあどちらにしろね、その苦しんでる、悩んでると思うので回答します。パワハラ、セクハラ問題ですね。でただ私人事の経歴が長いので、もう何百人という人のキャリアとか労務を見てきました。でハラスメント系もね、もう吐くほど知ってるので、感情論ではなくてあくまで専門的に回答したいと思います。とはいえですね、まずは感情的な話をしておくとやっぱさ、こう右も左も分かんない新人の女の子の部下とかをさに手を出す先輩とかおっさん上司って思いますよね。YouTube 始めてすぐにバンされるの困るんですけど、大事なことだからもう一回言っておくと死んだらいいのにと思いますね。はい、すいません、冗談です。では回答します。そもそもハラスメントっていうのは何かというと、これ明確分かりやすい法律があるわけではなくてですね、組織上立場が上の人間や優位性のある人間がその立場を利用して、組織のもの、下のものをパワハラであれば精神的、肉体的な苦痛を与えること、セクハラであれば性的な相手を傷つけ、で自分の欲求を満たすことですよ。でハラスメント、まあおそらく労働安全衛生法とかに該当するのかなと思います。一応私知る人ぞ知る第一種衛生管理者というですね、労務系の国家資格を持っています。人事系の人だけが今さすがってなってるんですけど、はい、今日は脱線もいいですね。まあ、楽しんでいきましょう。はい、でハラスメントに対しては3つ選択肢がある。ここからはすごくすごく真面目な話をしますので聞いてください。ハラスメントに対しては戦う、耐える、逃げる、3つ選択肢があります。で、質問をくれた人は私からこの戦い方っていうのを伝授してほしいということだと思うんですけど、私のおすすめは逃げる一択ですね。逃げる一択、程度によっては今すぐ辞めてもいいし、というか辞めた方がいいと強く考えます。仕事の話なのでキャリアという視点で考えます。キャリアにおいてそのハラスメントと戦うこととか耐えることって取り返しがつかない時間と労力の無駄なんですよ。ハラスメントと戦うことで無駄なんですね。特に若い人、まあ若い人ほどねハラスメント受けるんですけど、20代はハラスメントと戦っていましたなんて経営歴に書けないでしょ。これ市場価値の話なんで。で仕事に集中してスキルや経験を積むんではなくて、セクハラ、パワハラに耐える力をつけましたって言っても市場価値がゼロなんですよ。ゼロ、誰もいらないその人。普通に仕事できた同年代と比べて取り返しがつかない損失なんですね、キャリアとして。で確かに戦って、一番激しく戦うのは最後は裁判ですよね。裁判を起こして勝てばお金は手に入りますよ。まあ損害賠償請求とかですね。で違法性が認められて慰謝料が支払われた裁判も確かにありますと。でパワハラの中でもね、暴力にまで発展する悪質なケースも、ニュースとかになったりしますけど、で暴力に至ってはもうこれ刑事事件に該当するので、傷害罪、暴行罪とか、まあ暴力なくては名誉毀損とか、刑事は民事でもね違法性があるんですけれども、一方で訴えたけど例えば証拠を示せなくて負けた、これってとてつもない時間と労力とお金の無駄に加えて、もう証拠なかったじゃんって言って名誉毀損で逆に訴えられたりするわけですよ。でハラスメント受けたのに人生を無駄にした上に金までこっそり取られる、これが戦うってことです。そういうのもいくらでも見てきてるから。でさらにそのよほどの事件じゃなければ慰謝料も大したことないんですよ。でなんかこう本当に暴力を受けて後遺症が残ったとかではなければね。で普通に仕事をしてスキルを上げて給料を増やした方が長期的でははるかに金にもなる。だからその上司ガチャ外したら、まあ、私はね初任配属の上司ガチャ本当に日本一外したと思ってるんですけど、まあね、まあ、私がね名誉毀損になるかこれ以上は言えないんですけども上司ガチャ外したら戦うとか耐えるではなく、参加コストとしてさっさとやめるのが一番合理的だなっていうのを、10年ビジネスの世界で分かってきました。はい、根性がないとか最近の若いやつはとか
言われますけど、ただ権利の方ははるかに大事。あと仕事とは辛いものだみたいに言ってくる老害いるけどさ、ハラスメントって、ね、最悪刑事事件に該当するものだから全然別の話なんですよ。ハラスメントがない会社なんていくらでもありますしね。でかつね、一回うつ病とか、その心の、あれ心の病気っていうか脳の病気ですから、一回病気になってしまうと、そのたとえ会社を辞めても、たとえ裁判に勝っても病気で治らないんですよ。こう会社辞めた、今日から完治ってならないんですよね。だから相談してくれた人には、まあ、もちろん人生はね、人生は自分で決めるものだし、程度とか現状は知らないけど、ここでお伝えした考え方っていうのは自信を持って言えるので、参考にしてもらえたら幸いです。はい、こんな感じでね、ぜひ久直ならどう考えるのかということを教えてほしい質問があれば、チャンネル登録と高評価と友達に勧めることと質問お願いいたしますと今日の話とかさ、絶対いいねでしょ。こういう話誰にも負けないよ、戦うよはい、ありがとうございました。